この動画は交通安全啓発を目的としております。腹の虫が収まらないので、これで3対7になるらしい。俺が3悪いんだってさ。キャリアカーの積み荷が引っかかるとこうなるのね。そういうこと。はあ、マジか。うわ、こんなことあんのかよ。車4台に次々衝突。パトカーは追跡の車。現在も逃走中。あと2秒ぐらい早く走っていたら、突っ込まれてたよ。歩行者信号点滅してたからちょっと、スピード落とし気味でよかったわ。これ絶対わざと無視だろ。あまりに手慣れすぎてる。いつものあいつ。いくら若葉マークでも、こんな簡単な先の状況が読めないのなら、それは運転免許返納した方が良いよ。これ事故ったらこっちは過失なんわりなん。センターライン割って入ってくんなや。コンビニワーク、運転マナー、危険。シエンタがあと 1.5 写真後ろだったら、完全に逃げれんかった。すれ違ったのがバイクでよかったね。逆走は危ないよ、軽ワゴンさん。気づいて戻った模様。
ここまでナンバー跳ね上げてても捕まえないんだね。速度違反を狙った覆面パトカーだからかね。アタックチャンス。あ、気づいた。バイク気づいた。止まった。はい、そうです。止まった。正解。はい、もう少しで右直事故に遭うところでした。ウィンカー出せ、暴言。危険な車線変更。危険運転。逆走車と鉢合わせ。正直、初めての経験で驚きだった。そして、高齢者マークがついてた。交差点の直前でわざわざ俺の前に入らなくても、俺の後ろ十分に車間空いてましたよね。なんで？高速の路肩逆走してると思ったらガードレールの向こうに消えた。今日とってもかっこいい車と遭遇しました。第2通行帯を第1通行帯スレスレにしながら猛スピードでバヒューンと一般道を走っていきました。横断しようとしたところにプリウスがあわや衝突に。危な。自転車乗りは自分が違反して車と衝突して揉む傷でいられると思ってんの？痛い思いをするのは自分だよ。とんでもない煽り運転。ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。